外接歯車ポンプ分解図歯車ポンプは歯車の歯の噛み合わせ部分を使って流体を輸送するポンプ。油圧ショベルなど油圧を使った機械の駆動用として最も一般的に使用されるポンプの一つである。歯車ポンプは1593年フランスのセルビエールによって現在のものとほぼ同じ考え方のものが初めて作られた。歯車ポンプには大きく2種類がある。 一つは、外母車を二個使用する外接歯車ポンプ。もう一つは、外母車と内母車を使用する内接タイプである。歯車ポンプは容量が決まっており、回転数に応じた一定の量の流体を移動できる。歯車ポンプの中には、流体の流れから逆に歯車を動かすモーターとして機能するものもある。外接歯車ポンプの場合、 歯車の回転とともに取り入れ口側にある流体は、歯と外箱により分離されていく。そのまま外箱に沿って移動し、排出側に運ばれる。そこで、歯車はもう一個の歯車と噛み合うことになり、歯の間に満たされた流体が排出されることになる。わずかな隙間が液の反対方向への漏れを起こすので、機械的精度に対する要求は厳しく、歯車と外箱、 対象となる流体の粘土を考慮して設計する必要がある。通常は平ら歯車が使用されるが、ハスば歯車、山場、歯車を用いたものなど各種バリエーションが存在する。ヒレのような部品で流れを分離する方式のものもある。以下は代表的な三種のもので駆動する歯車は青、もう一方は紫で示す。歯車が噛み合う部分の前後に取り入れ口と、 排出口があるが、内接歯車ポンプでは、薄い灰色の線で示している。外接型の動作例外接歯車ポンプは、油圧用途で、最も一般的なタイプのポンプである。これはそれらの単純性、信頼度及び非常に高いパワー格付けのためである。典型的な10馬力の歯車ポンプは、10立方センチメートルほどの大きさに、モーターと共に収まってしまうくらいである。 最大圧力の範囲は7から28インパくらいである。商用モデルは、モーターかポンプ、いずれかで動作する設計になっている。負荷を検出できるものもある。内接歯車ポンプは、外接歯車ポンプより高い粘性の流体で使われ、回転数も遅い。運転時の騒音値が、外接歯車ポンプを含めた他のポンプ方式よりも、低い。エンジンオイルポンプは通常。 内接型が使われる。ありがとうございます。